アッカール県は、レバノンの県の一つ、同国際北部に位置する、行政府所在地は春バ、北レバノン県のアッカール軍が、県に昇格する形で設置された。面積は788平方キロメートル、人口は約42万人で、順位はどちらも9県中7番目である。2003年7月16日に制定された、法律第522号によって設置が、 決定されたが、2014年に県知事が就任するまで実質的な行政は行われていなかった。県の元となったアッカール軍のみが所属している。軍の下には基礎自治体が存在する。シティ・ポピュレーションで、レバノン・アドミニストレーティブ・ディビジョン。2021年6月28日閲覧。アドミニストレーティブ・ディビジョンズ・オブ・レバノン。 localiban.org 2017年10月23日閲覧。キャビネットアポインツゴニューガバナーズアクセプツカルッシュエスレジグネーション。ネハーネット2017年10月23日閲覧。ありがとうございます。